1分でできるリンゴ酢の痩せる簡単レシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録していただきましてお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜリンゴ酢を使ったレシピで痩せることができるのかという、その痩せるポイントについてお伝えしていきますね。まず痩せるポイントの1つ目です。あなたの腸内環境が整うからなんですよ。もうこのチャンネルはもう腸活チャンネルですから、もう毎回このね腸内環境がいかに大切で、そして結果ダイエットがなぜ腸活で成功させることができるのかっていうお話をねさせていただいてるんですね。ここをすっ飛ばしてダイエットはねできません。必ずここをすっ飛ばしてしまわれるとリバウンドが待ってますから、あなたはとにかく根本的に痩せ体質へと生まれ変わる必要があるんですよね。そうすれば自然と痩せていくんです。ですからそのために必要なのがこのリンゴ酢ということになるんですけれども、まずは例えば太っている方と痩せている方の違いっていうのは、腸内環境が整っているかいないか、もうこれだけのね違いなんですよね。もうそれだけとっても重要なことなんですよ。でなぜかというと、この腸内環境が整うということはどんな状態になっているかと言いますと、要するに痩せてる方がどんな状態なのかということですよね。そういった方たちというのは善玉菌と呼ばれるその痩せ菌が腸内にねもうたくさん種類があって、しかもちゃんとご飯を与えてもらっていて、しかもいつまでも気持ちよく住み続けている方なんですよ。逆にデブ菌と呼ばれるその悪玉菌たちが多い腸内環境の方が太ってらっしゃる方なんですよね。過去の私もそうです。もう今よりもプラス10キロ太っていましたし、もうとにかく腸内がねもう腐ってたと言っていいと思いますよ。本当にもうおそらくねもうドブみたいな、もう生ゴミのゴミ箱の中みたいな、そんな状態だったんですよ。もうそんな状態でもういいことゼロですよ。もう悪いことがいっぱいあったんですよね。もう体調も悪いし太っていますし、もう見た目も本当ひどくって、もうとてもじゃないけどこんなあなたの目の前にこんな動画でね姿を現すなんてことはできなかったわけです。もうひどい肌荒れと肌トラブルに見舞われておりまして、もうとにかくひどい状態だったわけです。それぐらい腸ってもう体調とか容姿にも直結しているわけなんですよね。逆に言えばこの腸内環境が整う綺麗な状態を手に入れることができれば、今の私もそうなんですけれども、もうとにかくこの体型がキープできる、もうものすごく元気、やりたいことができるっていうね、もう毎日ハッピーなわけです。そういった状態をあなたも手に入れていただきたいんですよね。そのためにこのチャンネルをご準備しているわけです。ですから話を戻しますと、この腸内環境が整うことであなたは痩せることができるわけですよね。で具体的に言いますと、このリンゴ酢を取ることで痩せ菌の餌となるこのグルコン酸というのがね取れるんですよね。そのことで大腸内でその善玉菌を増やすことができるんですよ。痩せ菌たちがねどんどん増えてくれるわけです。で逆にその悪玉菌が増えているとダメなわけですよね。で結果善玉菌が増えてくれると、そのデブ菌たち悪玉菌を減らすことができるんですよね。特にデブ菌たちっていうのはその大腸内でもうとにかくあなたの便を餌にもうどんどん腸を腐らせていくんですよ。ですから便秘の方っていうのは太ってしまうんです。なぜかっていうと、便秘ということは便が腸内にもいっぱい溜まってるわけですよね。もうデブ菌たちの餌が豊富にあるわけです。与えてしまってるわけですよね。そうするともうよっしゃということで、もうとにかくのデブ菌たちがどんどんあなたの便を餌にして増えていくし、腸内を荒らし、もうドブみたいなもう生ゴミがいっぱいね、もう何日間もほったらかしてたような、あんなこうもう腐ってるみたいな、うわーって匂い分かります？もうおえですよね。そんな状態があなたの腸、要は体の中で起こってるわけですよ。それが常という方はもうひどい状態なわけですよね。もうどんなにダイエットが頑張ってもなかなか痩せれないっていうのはね、もう便秘が原因が一つですよね。要は便が出てないのが良くないわけです。もしくは便は出てるけれども腸内にいる細菌たちが悪玉菌がいっぱいだから、その悪玉菌たちがですね腸を汚して腐って老廃物たっぷりでそういう状態になってしまうっていうのを減らすことができるわけなんですよね。でその結果短鎖脂肪酸というこの酸が増えてくれる。でこの短鎖脂肪酸が増えてくれるからこそ痩せ菌たちがね、もう気持ちがいいこうピッカピカのお部屋でいつまでもキラッキラした状態でね住んでくれるわけですよね。なので私たちはこの腸内細菌たちと共に死ぬまで付き合っていくわけです。もう共に共存してるわけなんですよね。その仲間を味方につけるかつけないかがダイエットが成功するかしないかの分かれ道ということになるんです。そしてポイント3番ポイント2番目ですよね。今は腸内環境のお話でした。で2番目は脂肪燃焼効果が高くなるからなんです。このリンゴ酢が持つその力で脂肪燃焼効果をアップさせることができるんですよね。ですから太りやすい食事をどうしてもとってしまったとか、もうどうしてもお付き合いで食べないといけないという時はセットでこのリンゴ酢を取られますとすごく痩せ効果をアップさせることができるんですよ。後ほど詳しくお伝えしていきますね。で3つ目です。便秘改善。先ほど私ね、もうドブだのゴミ箱だのいろいろ言ってますけれども、その状態になってしまっているっていう一つの大きな原因がやっぱりこの便秘だからなんですよね。逆にその下痢の方っていうのはじゃあいいのかってそうじゃないんですよ。下痢の方も良くないんです。なぜかというと下痢ということはどんどん陰菌が出ていってるわけですよね。善玉菌たちもどんどん出してしまってらっしゃるわけですから住み着いてないわけです。そういった状態っていうのも良くないので、下痢であったとしてもその便秘であったとしても両方良くないんですよ。そういった意味でも腸内環境整ってるっていうことはとっても大事なことになっていくんです。そこでリンゴ酢を取ることでこの便秘を改善することもできます。ではここから項目の2つ目に行きましょうね。何をということで、今回は脂肪燃焼効果をアップさせるリンゴ酢を使ったもう1分でできる簡単レシピご紹介するんですが、そのレシピに必要な材料が持つそれぞれのダイエット効果についてさらに詳しくお伝えしていきます。まずは使うのはリンゴ酢ですね。このリンゴ酢ももう何でもいいかっていうとそうではないんですよ。もういろんなリンゴ酢があります。なのでまずどんなリンゴ酢を使うとダイエット効果が高いのかというポイントをお伝えしますね。それはもうたった一つ、原材料名をチェックしていただいて、材料が国産のリンゴ果汁のみでできているリンゴ酢を選んでください。そうしますと、どんなブランドのものでも大丈夫です。またできれば有機栽培のリンゴ果汁であったり JAS、ジャスマークがついているものはもう本当にいいものになるんですよね。でじゃあ逆にどんなものが良くないのか、ダイエットに不向きなのかというのは、そのまま飲めるストレートタイプで添加物が入っているもの、例えば人工甘味料であったりお砂糖だったりブドウ糖、果糖、液糖とかそういうもういっぱいいっぱい甘いものが添加されていたり、アルコールが入っていたり調味料が入ってたり香料とかね、要するに飲みやすく美味しく加工されているものはダメですよということです。もう天然の純粋のリンゴ酢を選んでください。純リンゴ酢ですよね。そしてそのリンゴ酢が持つ酢酸の働きがあるんです。お酢といってもいろんなお酢ありますけれども、この酢酸がもう多く含まれているのがやっぱりリンゴ酢なんですよね。もう第1位なわけです。でこの酢酸の働きがもう先ほどからも私が熱く語っておりますように腸内環境を整えてくれる効果を高めることができるんですね。簡単に言うともう腸がですね、元気いっぱいになるわけですよね。そうですね、例えて言うなら腸が栄養ドリンクをもらったような状態でしょうかね。よっしゃ頑張るぞってなるわけですよ。そしてまたプラス血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もあるんですよね。もうこの血糖値が急上昇する時が一番太るですよ。もうここすごく大事なんですよ。ですからいかにこの血糖値の急上昇を緩やかに抑えていく方法を身につけるかっていうのがね、痩せる鍵なんですよね。その時に例えば白米とかパンとか甘いケーキとかそういったガーバーッと血糖値が急上昇するものを食べる時がもしあったとしたら、その時にさっとこのねリンゴ酢を一緒に取られますと、この急上昇を抑えてくれますから効果的になります、そもそも食べない方がいいんですけれども、もうどうしても時があるじゃないですか、お付き合いとかね。そういう時にはリンゴ酢をね常に持っていかれるといいと思うんですよ。そしてカリウムが豊富です。これはむくみ改善効果に非常に役に立ちます。もうせっかくね体重が落ちたのに、いつまでも水分代謝がうまくいかずにむくんでると良くないんですよね。でこの水分代謝を司っている臓器がやっぱり腸なんですよ。もう腸ってもういろんなもうね、一人何役もあるわけです。もうそれぐらい頑張ってくれてる臓器ですから、是非味方につけていきましょうね。そしてまた内臓脂肪を燃やす効果がある結果、基礎代謝が上がって脂肪がつきにくくなる体質を手に入れましょうということ。そしてまた満腹感を得ることもできるんですよ。要するに食欲を抑えることができるっていうのと、次のお食事までお腹をこう空かなくさせるですね効果が上がりますから、是非間食防止のためにもこのリンゴ酢をね日頃から摂取されると良いと思います。はい、続いて使います材料はこちらです。玉ねぎになります。もう今季節的にもう新玉ねぎがねたくさん出てますよね。もう嬉しくなります。もう新玉ねぎってなんであんなに柔らかくて甘くて美味しいんでしょうね。もう大好きです。なので今回はその、旬のお野菜でもある新玉ねぎを使ったリンゴ酢のレシピをお伝えしていきますね。で玉ねぎ効果なんですけども、玉ねぎも脂肪燃焼効果があるんですよ。そして血糖値も下げてくれる、これリンゴ酢とねもうほんとお友達のようにね、仲良しで同じ働きをしてくれるわけなんですよね。で腸内環境も整えてくれます。なぜかというと玉ねぎはですねオリゴ糖が多く含まれているんですよ。実は蜂蜜と一緒 でこのオリゴ糖というのが痩せ菌たちがもう喜ぶ、餌となりますから、是非オリゴ糖も積極的に召し上がってくださると良いと思います。なので玉ねぎおすすめなんですよね。でしかも代謝を上げることができますから、結果その脂肪がつきにくい体になることができますし、またコレステロール値もね抑えてくれる効果も玉ねぎにはある。よくね血液サラサラになりますっていうお話もね聞かれると思うんですけども、玉ねぎってすごくいいんですよ。そしてむくみの改善にも効果が大ということで、もうこれだけ並べてもほんとリンゴ酢とね同じなんじゃないのっていうぐらいの痩せ効果を玉ねぎも持っているんですよ。では3つ目の項目に移っていきましょう。どのようにということで、お待たせいたしました。今回は脂肪燃焼効果をアップさせるリンゴ酢を使った1分でできる玉ねぎを使ったレシピをお伝えしていきますね。こちらです。リンゴ酢玉ねぎになります。材料です。玉ねぎ大きいサイズを1個、できれば新玉ねぎがおすすめです。とっても美味しいですよ。そして純リンゴ酢を1カップですね。そして保存できる瓶、できればガラス瓶でしっかりと蓋が閉まるものを選んでください。で熱湯消毒、煮沸消毒していただくと良いです。よろしくお願いいたします。では作り方に移りますね。この作り方簡単です。1分でできます。しかもこの作り方をお話しした後に私の実演動画もご覧いただくことで、あなたはもう簡単にね作ることができますから、ぜひ最後までご覧くださいね。作り方は1番、玉ねぎを縦半分に切ります。そしてタンとね薄切りにしてください。2つ目、熱湯消毒、煮沸消毒した保存の瓶に入れて、その後リンゴ酢を注ぐだけです。そしてしっかりと蓋をしましたら、冷蔵庫ですぐに召し上がらずに、やはり味を染み込ませるためにですね24時間、1日そのまま寝かせてあげてください。そうしましたら完成です。でもちろんこのままね召し上がっていただきますとちょっと酸味が強すぎますので、どのように召し上がっていただくかと言いますと、レタスであったり、千切りのキャベツであったり、そういったその葉野菜ですよね、そういったものの上にトッピングして、あとはオリーブオイルに塩コショウをパラパラっと振っていただきますと、もう簡単なダイエットサラダができますし、また例えばそうですね、お肉ですよね、お肉を焼いていただいた後の上の調味料としてトッピングとして上にのせていただいて召し上がっていただくのもすっごく美味しいですよ。もうパパパッと塩コショウでお肉を炒めた後にこのりんごと玉ねぎをパーンとねトッピングするだけでも立派なダイエットメニューになりますから、是非試してみてくださいね。それではここから実演の動画をご覧ください。どうぞ。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いリンゴ酢を使った1分でできる簡単なレシピをご紹介いたしました。ただしこのレシピもですね、1日あたりのリンゴ酢の摂取量はもう多くても大さじ2杯までになりますから、これ以上食べ過ぎないように適量で召し上がってみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。